はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、今度のニュースはですね、これ、マグマグニュースさんからなんですけど、えー、学校の話題でございます。はい。学校の話題です。もう本当にね、えー、これ、もう、なんと言ったらいいのかね。 えー、こういうのを安物買いの銭市内と言います。はい。えー、まあ皆さんもよく知ってると思うんですけど、徳島県です。はい、徳島県で、一人ね、一台ね、あのタブレットが配布されてるんですけどお、まあ子供ですね、学校の勉強にということでタブレットが配布されてるんですけど、えー、これなんとね、 えー、21年の4月にですね、16,500台を買ったんですよ。はい。でもこのね、えー、タブレット、問題ありありでございます。えー、一つはね、ちょっとね、これ信じられないんですけど、えー、8億かけてですね、1台48,950円。約5万の、はい、約5万のね、えー、中国産の、はい、 えー、タブレットを買ったということなんですけど、このメーカーね、有名メーカーじゃありません。でもって、多分、あの、中華産のね、えー、タブレットなんじゃ、まあ、中華って言ったら変ですけど、まあ、でで大陸産のですね、中華、中国大陸産のタブレットなんですけど、こんなにしません。現状知ってます。あ1台2、3万です。 はい。なんで、これ1万5万、1台5万っていうのは、まあちょっとおかしいんじゃないかなとは思っております。私ね、実を言うと。はい。え2、3万で買えますよ。現状知ってます。私これね。でもってですね、23年の7月には、バッテリーが、あーまあ,あ、暑さでダメになる。 っててていうようよな状況があまあ生じてきましてね、えー、7月ですよでそれがだいあの6300台ぐらい、えー、バッテリーがダメだと、はい。そういうことになっちゃっててでそれでね収まったかというとそうではないんですよ。なんと今年の1月です。 今年の1月、もうね、あの、充電しても充電しても、もうバッテリーが、バッテリー自体が持ちませんっていうバッテリーがダメになっちゃったトラブルがね、多発してます。はい。で、えー、予備がね、850台あったんですけど、そんな数じゃ足りないんですよ。はい。えー、半分ぐらいいっちゃってるんで、 2人でね、1つのタブレットを共有してなんか勉強しているということなんですけど、ダメでしょう。ちなみにね、タブレットの価格なんですけど、GooglePixel だっけ、Google さんのタブレットでも新品のですよ、6万ちょっとで買えるんですよ。はい、プラス1万です。 え、これ、まあ、5万弱っていうのもね、これ嘘だと思うんですよね。どっかで中抜きされてると思うんですよね。はい。どっかでなが中抜きされてると思うんですよ。中華産のタブレットそんなにしないんですよ。はい。えー、2、3万で買えるんですよ。なんで、これ、まあ、中抜きだろうなっていう感じはね、しないでもないですよね。結局、 こういうふうに税金をね、教育委員会なんですけど、無駄遣いする。はい、安物買いの税に失いして、まあ多分中抜きしてますけど、えー、安物買いの税に失いをして、はい、結局ね、とばっちりを食うのは生徒なんですよ。これを使う子供たちです。 何でしょうね日本のこの構造って。でもってですよ、おこの教育委員会の委員長ですね、えー、どうやら、あ今年のね、えー、3月で退職されるようですね。はい、えー。任期はあと3年か4年ぐらいあるみたいなんですけど、えー、責任を取って、えー、辞職すると。はい。 責任を取って辞職すると。でも退職金もらうんでしょうね。こういうところにも見えてきますよね。この日本の中抜きの構造です。中抜きの構造です。はい。えー、3年持たないんですよ。このね。 分かりますでしょ言ってる意味がね3年持たないんですよバッテリーがまあ本当にね使用頻度がめっちゃくちゃ高くて、えー、まあ土日もね、えー、このタブレットを使って勉強してますっていうんだったらまあ消耗はちょっとあるだろうなと思うんですけど。 まあそんなことないですからね。勉強してるって言っても、一日ね、そんな6時間授業ぐらいじゃないですか。あっても7時間授業ぐらいじゃないですか。まあ7時間っては今ないのかもしれませんけどね。そんななのに、壊れまくってるんですよ。はい。でもって、えー、どっかにね、えー、このマネーがね、えー、ポケットを にね、入り込んでるっていうのはなんかね、えー、もう手に取るように分かってしまうんで、えー、これね、はい。えー、ちなみに本当、あのー、新品のでもね、Google の、はい、えー、調べてみましたけど、6万ちょっとで買えます。はい、タブレットね。どうして、こういった、まあ、なんていうのかな、 ちゃんとしたメーカーのものを選ばないのか。はい。なぜ中国産のよく名前も知らないようなメーカーのタブレットを選んで買ったのか。本当に変な話ですけど、腐り切ってますね。はい。言いたいことわかりますよね。腐り切ってわかり、あの、中抜きしたかったんですよ。 多分、中抜きしたかったんですね。で、余分っていうか余った分をね、自分たちのね、ポケットに入れちゃえっていうことをやってたんじゃないんでしょうかね。ダメですね。徳島県もね。あら、ピーポーパーポーですね。多いですね。はい。えー、ほ本当いい迷惑です。 でもね、多分ね、こういうこと多いですよね。変な話なんですけど、これ、えー、まあ、下の例なんですけどね。まあ、上の例はね、40年も昔のね、いわゆるブッキーをね、何倍もの値段で買ってるんですよね。でも、この本当に買い値ってほこ、本当のこの買い値っていくらなんでしょうかね。はい。えー、まあ、上はそういうことをやってますし、下は下でね、 えこういったあ学校用のタブレットで、まあポケットマネーにしちゃってる人がいるんじゃないかなっていうお話です。はい。これこそ、まあ安物買いの税入しないって言ってるんですけど、安物を選ぶ理由。そういうことなんじゃないんでしょうかね。ってお話ですよね。 えー、おかしいですよね。はい。えー、こういう具合なんですよ、日本って。上から下までね。はい。こういう具合なんです、日本って。なんでね、私本当思うんですけど、今の学校教育も間違ってますね。はい。今の学校教育も間違ってます。 えー、まあね、タブレットなんかはね、中古でね、えー、まあ、いいメーカーのものがね、2、3万で買えたりしますんで、まあ、生徒全員にね、にあの中古使わせるっていうことはできないかもしれませんけど、まあね、えー、ひどい話だなと思います。はい。結果、ドブに捨てるんですよ。お金を。はい。 どぶに捨てるんですよ、お金を。我々の税金をね、どぶに捨ててしまうんです、こうやって。まあ、本当に、この国はああ、ひどいなと思いますね。まあ、それもひどいんですけどね、もっとひどいのは、まあね、字の民産ですよね。はい。まあ、ひどいです。本当にひどいです。 えー、未だに支持してる人がね日本中にたくさんいるんだからねこの国ちょっと終わってるなって私はあ思っそういうふうに思っておりますはい正直な話ねまあ子供にはいいものを使わせましょうよ安物じゃなくてねまあ大人がね趣味程度でやるにはあ,あんまり持たなくてもね、えー、いいかもしれないんでね はい。あんまり持たなくてもね、そんなに気にしなくても買い替えればいいだけの話なんで、安物使ってもいいですけど、子供にはね、ちょっといいものを使わせてあげましょうよ。はい。えー、なんかね、この記事見ててそう思いました。もう最近ね、えー、あともう一つ記事があるんですけど、やっと、はい。やっと動き出したっていう記事があって、いわゆる、承認のね、 小児の性の愛者ですね。えー、その人たちの、おがあ、まあ、教育に携われないようにね、えー、法律を改正しようという動きが、やっと出てきました。はい。昨日も言ったように、あの、4回も逮捕されてますからね、えー、園児にそういった性的な性行為をしてね、もう私、私、びっくりするんですけど、幼稚園児ですよ。性行為、 とかそういうことをしてでその動画を撮ってね、えー、保存してたとかねもうけしからん嫌からが本当に多いんですよもう終わってるんですけどね本当にこの国ねそういう意味では教育に携わるものがね絶対やっちゃいけないことなんですよそれなのに四回も復帰してるんですよ職場に四回それで、えー、変な話なんですけど逮捕されてるんですよ こういうことがないようにきちんとね性犯罪の、まあ、履歴みたいなのを作ってこういう人間がね、えー、教職につけないようにするこれまあ重要なんですけど今まで日本ではやらなかったんですよこれをやってなかったんですよまあそもそも昔はねえま、ー、れでした私が子どもの頃は。 あ,あ,あったっちゃあったかもしれませんけど変な話ですけどね高校の時に、えー、生徒と先生ができてるみたいな噂はね、えー、よく聞きましたからあの先生とこのこのね誰々、えー、さんがねあまりにも仲が良すぎるとはいえー、なんでねできてるんじゃないかみたいな噂はあはまあね、えー、時々ありましたよはい時々ありましたそういうのは。 はい、でもね、あのー、高校生とまあね、えー、大人だったらなんとなくね、えー、まあ、ロリでもロリヒタでもまだそこまでひどくないじゃないですか。これが小学校とかね幼稚園っていうのはね相当病んでると思いますからこういう人間はねやっぱりね、ダメですよ。職業につかせちゃやっぱりこういった法案はあ早めに成立してほしいですね。 えー、じゃないと変な話なんですけど、もう子供を預けられません。学校とかね、保育園とかに。まあ、これね、法律があ今ね、何、えー、て言うのかな、討議されてるっていうことはいいと思います。決まってほしいと思います。こういう人間ね、性犯罪の なんていうのかな人間を明らかにして、こういう人間をもう、あの、変な話ですけど、職場復帰させない。教育の現場に立た,立たせない。これが私重要だと思ってます。はい。もう今日はね、日本の子供の話題を2つ、えー、皆さんと共有しましたけど、まあ、ひどいです。両方とも大人の、バカな大人の犠牲になっております。はい。 えー、まあ本当あの言っておきますけど子供を守れるのは親しかいません親の皆さんがね、えー、結束し,しないとダメですねはいで、えー、もう危ないこの学校は危ないなと思っても思ったらああ無理して行かせることないと思いますはい、えー、本当ねあの変な話なんですけどおまあねリモートでの授業とかをもうちょっとね充実させていただければなと思っております 学校に行かなくてもいいようにね、通信制の、そういったね、義務教育もあった方がいいと思いますよ。はい。えー、危なくてしょうがないです、本当に。はい。以上でございます。えー、まあ本当ね、えー、どうしようもないですね。<laughs> もう本当、呆れるだけです。はい。そういうことです。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。ねどうですか、みけた